イアン・リビングストーン、イアン・リビングストーン、イアン・リビングストーン、1949年代は、イギリスの企業家、ゲームデザイナー。2002年、ゲーム業界への結出した貢献が評価され、英国アカデミー賞インタラクティブ賞を受賞した。1975年に、ルームメイトだったスティーブ・ジャクソンと共に、ゲームズワークショップ社を設立し、その年のうちに、 ダンジョンズドラゴンズの輸入販売を開始した。当初は通信販売のみだったが、1977年に最初の店舗を開店。同時に、その宣伝も兼ねて、テーブルトーク RPG 雑誌、ホワイトドワーフ誌を創刊した。ゲームズワークショップは、その後、有力なゲームメーカーに成長し、小売店チェーンを持つに至る。リビングストンとジャクソンは、 ロールプレイングゲームと本を融合させることを考案し、ゲームブック、ファイティングファンタジーシリーズとして結実させた。最初のゲームブック、ひふき山の魔法使いは1982年に二人の教著としてペンギンブックス社より発行されたが、本作の大ヒットに伴い、その後はペンギンブックスの要請で出版ペースを早めるため、 リビングストンとジャクソンそれぞれの著作が書かれるようになった。シリーズはこれまで1400万部以上を販売しているが、そのうちリビングストンの死の罠の地下迷宮はイギリスだけで30万部以上のセールスを販売している。1980年代半ばにはビデオゲーム会社ドマークでエウレカ等のゲームをいくつかデザインしている。また、1993年に同社に役員、 投資家として復帰した。1995年にドマークはアイドスインタラクティブ社に合併吸収され、アイドスはロンドン証券取引所に上場。リビングストンはアイドスに残り2005年現在クリエイティブ、ディレクターとして活躍している。ありがとうございます。